開放的なカフェで抹茶トーストモーニングにメロメロ。名古屋市北区堀川沿いにある千五の宮カフェさん、おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらのカフェ、天気がいい日に大きな窓を開放します。暖かな日の光や並木道の緑、爽やかな風が感じられ、癒しのひとときを過ごせます。そんなお店の人気モーニングは？お待たせいたしました、西尾の抹茶パンモーニングです。西尾さんの抹茶を練り込んだトーストモーニング、名古屋の人気パン工房の食パンを使用。厚切りにし、こんがり焼いて、バターをたっぷり、抹茶の豊かな香りが楽しめます。小倉と生クリームで甘さをプラスすることもできますよ。自家製の卵サラダもついて、ドリンク代込み660円。地下鉄名城線志賀本通り駅から歩いて10分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。